本日のお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。6月の末に骨太の方針、日本最高戦略、世界最先端 IT 国家創造宣言など主要な政府の方針が閣議決定をされましたが、これらの戦略で ICT の利活用は重要項目の一つとして位置づけられております。総務省では3年前から岡座長のリーダーシップのもと、全国27カ所で ICT まちづくりの実証プロジェクトを実施してまいりました。現在はこれまでの成果の普及展開が具体的に進み始めており、今後はこの動きを一層加速していくことが重要です。私は副大臣に就任しまして、地域の取り組みから研究開発に至るまでできる限り現場に出かけていき、直接関係者から話を伺ってまいりました。また奈良県の葛城市、鳥取県の米子市、群馬県前橋市で開催された ICT まちづくりサミット地方版にも全て参加をさせていただきました。そこでは首長のリーダーシップのもと、クラウドや個人番号カードを活用し、住民の利便性向上や地域活性化に真剣に取り組む姿に大変感銘を受けました。また周辺の自治体も巻き込んで広域的に広がっている普及展開も実感をしました。今後各自治体が地方版の町人仕事創生総合戦略を策定し、その内容に応じて交付金が配分される予定と伺っております。また来年1月からいよいよ個人番号カードの配布が開始されます。まさにこれまでの成果を積極的に地方版の総合戦略に盛り込んでいただいたり、個人番号カードの利活用につなげていただき、 ICT まちづくりの取り組みも大きく広がるものと期待をしております。より多くの普及展開の事例を作るべく、総務省も引き続き全力で取り組んでまいります。岡座長をはじめ構成員の皆様のご経験ご知見を生かした活発なご議論をお願いを申し上げます。以上であります。